あんなデブに浮気なんかできるもんか、そう思ってるでしょ。僕もそう思ってました。妻は若い頃から恋愛に奔放な女でした。夫の身としてはとてもつらかったけど、あの美貌が男を引き寄せてしまうんだ。仕方のないことなんだと半ば諦めの気持ちもありました。所詮浮気は浮気です。事実そんな妻でも僕を愛してくれていましたし、僕の手料理をおいしいおいしいって喜んで食べてくれる妻は僕にとってかけがえのない存在でした。しかし年のせいもあるんでしょうね。妻をどんどん太らせてしまったんです。いや、だからって僕の愛情に変化はなかったんですよ。そして同時に僕はほっとしたんです。もう男も寄ってこないだろうって、もう浮気もできないだろうって。しかし甘かった。できるんですよ。ああいう巨体が趣味の男がこの世の中にはたくさんいるんです。妻の浮気癖は一向にやみませんでした。僕は泣いて頼みました。浮気はやめてくれって。でも僕が続婚なのを妻は知ってますから、点で勝負になりませんよ。思い余って痩せてくれとも頼みました。妻が昔みたいに細身になれば今の浮気相手たちも離れていきますから。バカでしょ。痩せたら痩せたで別の浮気相手が出てくるだけなのにね。それほど気持ち的に追い詰められてたんですよ。生まれて初めて僕も浮気をしてみました。こっちもしてみれば多少は気が晴れるかと思って。愚かでした。そんなことしたってちっとも気は晴れないのに、もうどうしようもなかったんですよ。こうするしか。